新たな考え方に基づく破壊的なビジネスが既存の業界にとって大きな脅威となっています。例えばウーバーのようなシェアリングエコノミーに基づくビジネスが大量販売を前提とする既存のビジネスを脅かし始めています。これは社会が共有を前提とした循環型エコノミーへとシフトする兆しと捉えるべきでしょう。同様に IoT もものづくりに大きな変革をもたらしています。利用者のあらゆるデータを取得できるようになった今、そのデータを活用したリソースの最適配置、リードタイムの短縮などが行われます。その一方でアフターフォローで収益を上げる製造業のサービス化も進むでしょう。一見バラバラに起こっているように思えるこれらの現象は、全てが物を作らないデジタル社会を志向しています。 ICT 技術を活用したデジタル革新はあらゆる業界で始まっています。私たちは今経済の大きな転換期に立っているのです。あなたの会社はもう始めていますか？